歯科麻酔学は、歯学の一分野で、歯科医学における極小麻酔、全身管理、疼痛、麻痺に関する研究を行う学問である。歯科臨床における、診療科としては、歯科医師による高校外科手術の全身麻酔管理を行うほか、高齢者、有病者、障害者や小児患者、あるいは治療に対する恐怖心や公約反射が強い患者の歯科治療における、 手術器全身管理を行う。表面麻酔法表面麻酔法とは、局所麻酔法のうち氷在性の知覚神経終末を麻痺させる方法であり、以下に述べる新順麻酔法や伝達麻酔法における針の侵入部や、気管相関時の高等、気管粘膜の麻酔、陰頭反射の麻酔などに使われる。新順麻酔法局所麻酔薬を注射し、注射部位の周囲に、 極所麻酔薬を浸潤させ、近く神経周末部を麻痺させる方法。伝達麻酔方神経幹器や神経層に極所麻酔薬を作用させることで、その部位から末梢の支配領域全体を麻痺させる方法。極所麻酔薬の大部分は血管拡張作用がある。このため極所麻酔薬のみを打つと、血管拡張作用により血管透過性が向上し、 血管に吸収されやすくなる。このため、局所での麻酔持続時間が低下するとともに、血管内での濃度が上昇するため副作用が発生しやすくなる。また、出血量も多くなり、処置の障害になる。これを防止するため、局所麻酔薬を使用するときは、同時に血管収縮剤も利用している。これにより、蒸気の問題点が解消される。歯科医師は、 歯科医療を目的とする場合に限り、歯科医師法第17条の定める歯科医療の一部として全身麻酔を実施することができる。しかし全身麻酔をはじめとする全身管理は高度に専門的な知識や技術を必要とするため、一般の歯科医師が何のトレーニングも受けずに麻酔管理を実施することは事実上不可能である。したがって全身管理を志す。 歯科医師の多くは、大学の歯科麻酔学講座や歯科医師のイカ麻酔科研修ガイドラインに沿ったイカでの麻酔研修で専門的な教育を受け知識や技術を身につける。歯科麻酔学を実践する専門医の集団である日本歯科麻酔学会設立は、学会独自に日本歯科麻酔学会認定医、日本歯科麻酔学会専門医という資格制度を設け歯科麻酔臨床の量、 質の向上に努めている全身麻酔は入院して行うことが通常であるが、日帰りで全身麻酔を行って治療、手術をする場合がある。これを外来全身麻酔という。歯科治療は痛みや恐怖感が強い割には治療侵襲が少ないために外来全身麻酔の応用範囲は広い。そのため自閉症時といった心身障害児や聞き分けのない症に 歯科恐怖症患者などの歯科治療に応用されている。静脈確保が可能であれば、全身麻酔の導入は、急速導入で行われるが、患者の協力が得られない場合の場合は、セボフルレンによる患者導入が主流である。歯科治療の場合は、噛み合わせの状態などを確認するためにも、多くの場合は、警備相関で、機関内相関が行われる。歯科医院で行われる、 外来全身麻酔は、ほとんどの場合、導尿をしていないため、長くても2時間以内で行われている。外来全身麻酔の対象となる、歯科患者は、ASA1 程度の全身状態に問題がなく、過去に大きな器用症のない、健康な患者に限って行われていることが多い。歯科治療には、恐怖感と鋭敏痛が伴うことが多く、歯科治療恐怖症と呼ばれる極端に、 歯科治療を恐れるものも少なくない。また、恐怖感から過換気となり、意識を喪失したり、貧血発作を起こすことも珍しくない。また、オート反射が著しい患者にあっては、通常の歯科治療は不可能である。そのため、リラックスして患者が歯科治療を受けられるように、精神鎮静法が工夫されている。全身麻酔とは違い、あくまでも意識を保ったままで、 自発呼吸下で実施される。2008年4月から健康保険において、歯科治療時の静脈内鎮静法に2 0点の算定が可能になった。しかし静脈内鎮静法の実施には、全身麻酔に準じた知識、経験が必要であるため、一般の開業歯科医師が行う機会は現時点では少ないと思われる。一部、インプラント治療を積極的に行っている。 歯科医院では治療時の痛みや恐怖感を和らげるために、あるいは術中の全身管理のために歯科麻酔科学を得得している者を臨時で雇い入れ、静脈内鎮静法を実施しているところもある。ありがとうございます。